セルゲイド・ミトリエビチ・ダビドフは、ロシア・ロストフ州ロストフなどの出身のロシア、ベラルーシの元フィギュアスケート選手、フィギュアスケートコーチ。2002年ソルトレークシティオリンピック、2006年トリノオリンピックベラルーシ代表。7歳の頃にスケートを始める。ジュニア時代から頭角を表し、ロシア代表として出場した1998年、世界ジュニア選手権で2位となる。 1999から2000年シーズンからベラルーシに所属を移す。翌2000から2001年シーズンから国際競技会に出場。2002年ソルトレークシティオリンピック。2006年トリノオリンピックにベラルーシ代表として出場した。2008年に競技引退するまで世界選手権及び欧州選手権出場を続け。 ISU グランプリシリーズには6シーズンにわたり参戦した。2006年トリノオリンピックの15位、2003年世界選手権の7位、2007年欧州選手権の4位、グランプリシリーズでは2006年中国杯の2位が、それぞれ最高成績となった。競技引員後は、コーチに転身し、モスクワを拠点として、カチャリナ・パハモビチラを指導している。ありがとうございます。